食った食った、腹がいっぱいだぜ。今星さんにお会計をお願いしております。俺は先に目的地とかの再セットです。ちょっとおさんが何かしてんのかな。走んなくてもよかったね。ナムしてたから。あ、なるほどね。めっちゃ走っとるやんけ。ああ、太るなーと思って。なるほど。ああ、もう行けますか。これがハンドルが切れてる。急にホームズは麻薬を吸いまくっているのか。吉田です挨拶バッドトリップ中さ俺もね最近ね言うようにしてる。バッド吉田きつ吉田きついんじゃ来たな。ああ、絶賛バッドトリップ中さとしてるとさ、1週間1本だった。タバコは吸わないけど、電子タバコはたまに吸う。電子タバコもどき。実際今日持ってこうかなと思って。そう。未だに家にいるグロー。未だに家にいるグロー。売っちゃえやもう。でも大した金にならない。手間のほうがめんどくさい。1500円ぐらいでしょ。中古だったら。だからなんか俺が一人暮らしの時に部屋に誰か来た時に、おブロー持ってんだ、吸わないよって持ってけばって感じで、そのタイミングなんか300円とかで あげればいいかなと思ってる。あいつ急に価格安くなって何しようか。最新型出たかしら、あいつ。そうなんですよ。3000円キャッシュバックキャンペーンやってたじゃん。うん、次と次の日に出てた。じゃあブルームテックはね、やっぱ安いし移りやすいから。でさ、俺だってブルームテックの方がいいよ。あっちは折半メーカーなんだし、グローはケントだからな。合わないんだよな、薄口で。1、2本単位まで減ってるからさ、飯がうまくなってきたんだけどそれはある。だいぶ味覚変わるからな、タバコが収まると。吸った感じやってる。
もね、あー、タバコがなくなったら買おうかな、いや、今日は唐揚げくにしとこうって、あれ唐揚げが甘くもないのに今日は揚げ鶏にしとこうって、はい、スイーツですらない、うん、別にだから、正直なんか何でも代用できる気